いろんな家とかマンションあるじゃん、うん、なんだかのどれか一つをじーっと見てたら、その中に昔の自分がいるんじゃないかって気がしてくるんだ。深夜の高速道路を走る一台の車、中には一組の男女、姉と弟。自然に始まった思い出話から二人は自分を振り返る。しかし思い出の中の自分は今の自分とは違う自分で、それを成長と呼ぶのか進化と呼ぶのか。車は高速道路を走り続ける。私が見た感じを伝えたい。試験官が送る実験作、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。